ダイソンの。ああ掃除機、はい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 、はい、今はもう良すぎて、この間絨毯バージョン買ったから似たようだったんですか。あ、別なんですか絨毯バージョンと。全然違う、今だって水拭きできるやつも。ああ、だフローリング用も買おうかなって今ちょっと考えてる。3台あるってことですか。うん、え、それなんか全部兼ねれる万能タイプみたいなないんですか。え、それ全部兼ねれる万能タイプみたいなないんですか。多分もしかしたらヘッドを変えればいいだけなのかもしれないけど、そう、ライト付きの掃除機、それそれそれ、へ、緑色のライトがパンってつくやつ、あれいいよね。ダイソンやっぱいいのよ。すごい、なんか軽いし、みんな行ってみ、軽いから行ってみって、どこに行くか、家電屋に、家電屋に本当に買ってみとかじゃないですね、その行ってみなんすね、まず体験してみろ。まずはそのやってんじゃん、デモンストレーションやってるから、はいはい、あれ持ってみてね、うん、粉撒いてさ、ウェーンってするやつあれいいよ。で俺はその新しくする前は自分でトリガーをグッと押して、はい、ずっとその右手でさ、人差し指がずっと疲れるバージョンのやつだったんだけど、新しいやつはもうボタンを押してそのまんまだから、ただ持ってるだけなの。めちゃくちゃ軽いし、で吸引力も、吸引力も抜群。へえ、あれはいいね。ダイソンあれなんだっけ、一番多分いいやつだと思うよ。黄色となんか水色みたいなやつ。何でしょうか、ダイソン掃除機、うん、その新型も最新ってことですよね。最新ダイソンいいな。ダイソンに勝る掃除機あんなの教えてほしいなそんなになんすね。うん、いやいいと思うよ、めっちゃ軽いんだから。そんなにですか。俺マキタの掃除機見た目が好きで買ってて、家でも使ってるんだけど、やっぱ重いんだよね。あー、カーキのやつが良かったから買ったんだけど、マキタ重いのよ。あ、うちはマキタって方、マキタ、マキタ使ってたらもうダイソンなんて、え、羽ですかね、軽いよ、うん、羽、私羽持ってんのってぐらい軽いよ。通販番組聞いてたから、いや本当にマキタ使ってたんだとしたら、ダイソン使ったらもう天国と地獄ぐらい違うもん。へえ、ま、そんなマキタでマキタの良さがあんのよ。うん、マキタかっこいいんだけどさ、どれだ、あんな軽量化されてるとは思ってなかった。いっぱいある、ダイソンいっぱいある。